日本代表のただのあやかです。今日はこんな素敵なところで道着を着てます。イエーイ。なんでこんなところで道着を着てるかっていうと、空手の基礎が苦手な子とか基本が嫌いな子いっぱいいると思います。基本が嫌いな子、はーい。今日は試合は好きだけど基本が嫌いな子に向けて動画を作っています。基本が嫌いな子ってなんで基本が嫌いなの？基本大事大事大事ってめっちゃ親とか先生たちから言われると思うんですけど、なんで嫌いなんですか子供たち？私が基本が嫌いだなと思ったのは、ずーっと同じことを繰り返すっていうのが私は苦手だった。例えば猫足しこ立ちも、猫足からこういうしこ立ちっていうのがあるんだけど、これ一生ずーっとやるじゃんみんなもやったことあるかもしれないけど、あと正拳突きだったりとかもね、これずーっと同じことをやったりするじゃん。とか移動基本ね、移動基本ずーっと移動基本同じことをやる、それがもしかしたら苦手な人が多いのかもしれない。で、私大人になってすごく感じたことが、やっぱり基本は大事、これは伝えとくね、私からも基本は大事っていうことなんだけど、同じ例えば道場でずっと同じことをするっていうのはもちろん大事なことなんだけど、たまにはこういう空気の綺麗なところで外で基本やったりとか、そうすると気持ちが変わるから基本をやってるって気持ちにならない気がする。わかるかな、言葉で伝えるのは難しいんですけど、いつもと環境をちょっとだけ変えてやってみるっていうのはすごくいいかなって思ってます。で、私はこうやって海外に来ていたり、あ、そう、今ここねノルウェーなんです。北欧です、北欧、ノルウェーです。こういうところに来て道着を着てやってみると、いつもよりなんか基本が楽しかったりとか、なんか気分が上がるんですよ。で、私が思うのはやっぱりこう気分が乗らない状態でやるときと気分が乗った状態で基本をやるとき、上達スピードが全然違います。なので皆さんは自分がどうしたら気分が上がるのかっていうところをしっかり自分で分かっていてもらいたいなと思ってます。例えば私は学生の時だったら髪の毛をめっちゃピシッってすると気持ちが引き締まって気分が上がるんですよ。なのでそういう、まあ、ルーティーンではないけど、まあ、そういうの一つでも作っておくといいかなと思います。で、あとは本当にもう自然の中でやるのが私は大好きなので、大人になってから特に外で練習することが多くなりました。外でトレーニングすること多くなりました。外でやることによってなんかいつもよりちょっと体が動くし、なんか軽いっていうのが私はすごくしっくりきてます。みんな一人一人しっくりくる場所、しっくりくるやり方があると思うので、それを探し出してみてください。例えば私の YouTube で気持ちが上がるとかやる気が出るっていう子もたくさんいると思うので、そういう場合は私の YouTube 見てから道場に行くとか、私の YouTube 見てから試合に行くとか、そういうことに使っていただければ一番嬉しいなって思います。じゃあせっかくなので基本が嫌いな子一緒に私と基本やりましょうはい、皆さんもこうノルウェーに来た気持ちでやってもらえると嬉しいなと思います。じゃあ20回ずつやりたいと思います。まずは正拳突き20回ね、いきますよ。はい、手出してください。いきます。バッチリ 100% 同じところにパンチピタッと止まれた人いますか？なかなか難しいです。心と体が一致してないと難しいし、でその時の状況によって全然できない時もある。でも今日の体の調子はどうかなっていうのを見極めるポイントでもあるので、ぜひ皆さん正拳突きで自分の体、あ、ちょっとなんかブレてるなとか、今日はちょっとなんか力むな、今日はリラックスできてるな、そういうのをチェックするのに使ってみてください。で、次前蹴りいきますよ。前蹴りも20回みんなでやってみよう。いきます。はい、じゃあ構えてください。いきまーす。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9、20、OK。 皆さんできましたか？前蹴りもね、しっかり引き足取ること大事ってよく言われると思うんですよ。取ってるよっていう子もたくさんいると思う。よーくもう一回チェックしてみて、20回目どう、引き足取れてるっていうところまでしっかりやっていくと、空手もぐん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 上達すると思います。基本を怠ってはいけません。皆さん私と一緒に基本もマスターして、試合でも上達して幸せな笑顔が見れることを祈っています。はい、今日はここノルウェーのフィヨルドからお送りいたしました。皆さんもちょっと試合で地方行った時、外でちょっと自然の空気を吸いながら、はい、空手をして見てもらえると嬉しいなと思います。はい、で裸足になる時は周り何もないかしっかり注意してから裸足になってみてください。はい、今日は基本嫌いな人集合っていう動画でした。基本嫌いな子もちょっと環境を変えて、もう少し気持ちよく基本ができるようにやってみてください。では今日の動画楽しかったよと思った方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたねー。